どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。自己再生速度が豆苗と同じくらいの視点のさやです。強えんだか強くねえんだかわかんねえな。ちょっと4日待ってほしい。4日あれば完全回復するんだ。4日待てばもう一回食べれるようになる。強いな。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、目。この目書いた記憶が全くないんだけど。はい、ということで今回こちら、文房具。文房具、文房具ってなんかいつでも書いた気がするんですけど、ね、ということで今回はですね、まあ皆さんいつも使っている文房具、いろんなことに使うと思うんですけれども、今回やっていく企画はこちら。ピョン。プロの弟子が世界の面白文房具でお絵かきしてみた。ふーん。おみかんしか勝たん。まあ、ということで今回はですね、世界中の面白文房具を紹介してみたシリーズパート1ということで、案件でございます。ありがとうございます。今から面白文房具を紹介していこうと思うんですけど、その中に今回ねご提供いただいたものも入っております。まあ、せっかくなのでその他の面白文房具も紹介して混ぜ込んで、はい、無理やりお絵かきしていこうと思います。今回は文房具の炊き込みご飯というわけですね。そういうことになりますかね。具沢山でやってまいりましょうね。なんだその圧。さあ、ということで早速やっていきたいんですが、はい、今回はお互いに一つずつ世界の面白文房具みたいなやつを調べて、はい、調べてきたよ、ね、やろうということで、うん、じゃあ僕がまず用意したものはこちらです。じゃん。はい、こちら何の変哲もない紙だ。紙でしょうか。これはどういう面白さがあるか当ててほしい、うん、あーそういうことね。どういう特殊性があるのか当ててみてください。じゃあ皆さんも考えてみてください。ペットに滅ぼされないような障子紙に似てる。あー確かに和紙感はあるかも。破れない障子ね。確かに考え方は近いかもしれない。考え方が近い、それだけじゃないってことね。ね、ちょっとなんか映画の中に出てくるなんか厄介な。実は食べれる紙ってもうやったやないかい。セルフで突っ込む。確かにね、以前僕たち食べれる紙ってあれも相当面白画材でしたけど。そうね。絵とか描いてみて感じてみれば。あ、そうか、絵描けばいいんだ。そうだよ、何のチャンネルだと思ってんだこれ。子犬の眉間チャンネルかと思ってた。みっち。どうですか。でもなんか普通ですね。ちょっと硬さは感じるけど。確かに確かに。すごい硬いから、はい、ただの紙じゃないんだけど、うん、きっと切れるんだよこれは。服として切れる、うん、あ、そういうこと。そう、だから絵を描いて、絵を描いて、あの型を作って、そう服の型として使う。あ、そう服の型として使うのにぴったりな紙。乗るなよ。しかも違うし、僕がそれっぽく説明したけど違うよ。正解はこちらです。あ、ということで、洗濯しても大丈夫な紙でございます。え、すごー。これ今シワ寄ってるでしょ。あれ濡れてんじゃんってなるじゃん。うんうん。水は弾きやすくて、でも濡れるのよ。うん。濡れた後にアイロンがけすればまっすぐ戻るっていう紙です。え、面白い、はい、それがたくさん集まっているこちらです。じゃじゃん。ということで、今回僕が紹介したいのは、水の中で使えるメモ帳。こっからが本題です。はい。プロ弟子が水の中でお絵かきチャレンジ。ふどうした？急。今回は別にプールを貸し切りましたとか、海水浴行きますとか、温水プールの案件ですとか、そういうわけじゃない。じゃあこの家にあるお水と言ったら風呂。だから今から気持ちっちぇー、マジちっちぇー。お風呂の中でよくみんなほら子供の頃ブク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 ってやったじゃん、息止めチャレンジ。やった。え、私エイリアンの卵ごっこしてたもん、風呂の中で。ガーって。あ、そうそう、で、あ、培養液に浮かんでるエイリアン。そうそう、培養液に浮かんでる卵になって、お母さんがこう髪の毛洗ってる間にそれ勝手に孵化してる。勝手に孵化すんな。ということで、今からお風呂に移動して息が持つ限りお絵かきをする、息止めお絵かきチャレンジ in ウォーターっていうチャレンジですね。もうはちゃめちゃごちゃごちゃ。それでは早速やっていこうと思いまーす。じゃあということで、今さやさん持ってる、今ちゃんと持ってるよ、だいぶ、はい、じゃあやっていきますか。してないバカチャレンジ、ね、よーいスタート。なんだこの動画、あ、書いてる、でも見えるかな。
なんか書いてる書いてる。このシュールな動画こっち見ないでどうでした肝心の絵は描けてる何も見えないやっぱり見えない、うん、でもなんかこうガッツの感じ、うん、確かにガッツをなんかなんだこのなんかパチモンだよこのサイさんでも、ね、めっちゃ描けるよでも水の中で描けてるねこんな妖怪みたいなこっち妖怪すぎるわやめとこう妖怪すぎるわやめとこうっていうけど、うんはい、まあ、ということで中では書けるとじゃあちょっと僕もやるかじゃあ一応沈んでくのやめてよはいということで僕です次ゲンさんはいさやの見て思ったはいこれゴーグル用意しなかったのマジ愚策うん超愚策だよやってみますかじゃああーついにゲンさんが着衣浴槽してしまったおしゃれなんかできますはいザボリアー面白い見てください皆さんゲンさんが使ってますよ果たして書けてるのか書いてる書いてるえめっちゃ書いてるよなんかめくろうとしてねなんかおかえり一周回って美術館とかに飾ってありそうだな下にさ、うん、下にこうあ、そう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 。なんかどう？すごい芸術家のイメージスケッチみたいになってる。もうそんな尺使わないのなんでこんな感じ？これさ別に中でさ、うん、チーソーかなんかにつけてこうやって描けるかと思う。多分ね、これを見てるね、9.9 割の人がそう思ってる。いやこれ風呂に別にってか頭つけんくてもよかったんだよって多分ねみんな思ってる。これよかったね。うん。ね、うん。こいつらなぜ風呂に潜ったって思ってると思うよ。やばい、ジデコーモンチャンネルやっちゃった。本気で何も疑問抱いてなかった。わーすごい描けてる。すごいちゃんと描けるじゃん。描けました。じゃじゃん、かわいい。いやー今日の動画も楽しかったねー。やめなさいよ、案件で紹介するまだたどり着いてないのよ。ドドン。さあこれなーんだ。何こいつ。車輪ついてんだけどこれ何これこまあ今時何でも車輪つきますかつかねえだろなんだこれ、うん、試しに書いてみてくださいえこれんえ普通のボールペンだけどえでもゲンさんそっち側でずっと描くのはちょっと違うのかこっちじゃないよねこのそうだよみんな多分ここが気になってるよ、ま、だよねなんでお前普通にお絵描き楽しいんだよえそう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 お聞いたあ押し込んで直線が引けるペンだこいつ気づいた気づいたじゃじゃーんマジだはいこちらのペン直帰ペンと申しますはあまっすぐ引くマジでまっすぐ引くための道具なんだ車輪がついているペンはいそれでは始まりました2本あるんだね普通に絵を描けたいプロ絵師 VS まっすぐにしか引けないペンなんて方向対決ここ立てて逆あのねこれね、うん、線を引くにはいいと思ういいんだけど待って鬼むずない絵を描くのに一個重大な欠点があるんだけど、うん、描いてるとこ見えないのよでもさこれさ一本筆箱に入ったらさ確かに、ね、確かに話題になるよね、うん、はいはい今までで一番5分間長かったせーの完全にフリーホラーゲーム壁に置いてあるね大丈夫この動画この辺になんか子供の字とかで、はい、お母さんいつもありがとうとか赤く染まるやつじゃん あのそうそうアイテム欄開き直すと真っ赤になってるやつじゃんこれこれなんか映画のポスター見所得税のエミコ固定資産税のトシコそして消費税のヒサコなんなんだよなんでその税金三姉妹この夏いいみんなが涙する進みするわ確かにお互い一個ずつだったじゃないですか、うん、僕どうしても気になって買っちゃって持ってきたんですけど、うん、はいえ何これこちら何に使うでしょうかえこれ何あおペンが出てきた気づきました見えるかなあ普通に書けるうんボールペンですねねペンじゃないですけど何かが測れるとかなんじゃないの何かの長さみたいなでも正解発表します皆さん分かりますトランス
あでもいい線いってる。え、嘘。いい線いってる、いい線いってる。これが、これでいいの。いい線いってる、いい線いってる。皆さん分かりましたか。ちょっと実際僕にさ、うん、なんか絵描いてよって振ってみて。ケイさん、なんか絵描いてよ。オッケー。うるさ。あの正解ははい、なんかかっこいいペンです。なんかかっこよく回せるペン。バタフライペンと言います。ペンがどうこうじゃなくてね、うん、ゲンさんの顔がうるさかった。全然こういう感じで、ね、なんか隣でねペン回してて、なんか顔うるさってなった。こちらバタフライペンといって、はい、あのバタフライナイフと一緒です。ただこれだけ某ゲームのボクタンが使ってるやつ。いやボクタンってやめろ。まで一文字しか隠れてねえじゃん。あのそれのペンバージョンです。おもろ。さあということで今回メインディッシュでございます。メインディッシュでございます、はい、あの絵を描く人にもそして絵を描かない人にも魅力的な独創的な文房具のご紹介です。せーの、こちらでーす。でーさあということで皆さんこちらでございます。これ何の道具か分かりますでしょうか。定規にも使えそうですね。ね、あとここに度数も書いてありますよ、うん、はい、なので分度器としても使えそう、うん、今回ご紹介するのこちらはですね、はい、メインの使い方なんと黄金比を書くことのできる定規。黄金比、黄金比を書くことができる、はい、世界で唯一の定規。こちらの商品名ファイルーラーと言います。ファイルーラー、はい、もう国内外の3000人を超えるデザイナーさんのもう支持を得ている黄金比を持ち歩くっていうのがコンセプト、はい、かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。ファイルっちかっこいいじゃん。急にダサくなったな。はい、まあ、ということで黄金比っていうのは人間が本能的に最も美しいと感じる比率、うん、1対 1.618 うん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 って続いていくやつね。1対6対うん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 、うん、ね、ごめんごめん、まんまおぼまんまいまんまいちょっとコンコンコンしちゃうからみんなが。それなんで今回この絵を描く皆さんとかね、絵を描くことに興味ある方に役に立つのかっていうと、うん、魅力的に見える比率ってことは多くのアートとか身近なもののデザインに使われてるわけです。おー、そう、でなんとなく構図作るの難しいなとか、あ、そうね、なんかしっくりこないなとか、うん、絵の構図とか、そう、そのなんかしっくりこないっていうのを解決する、うんうん、こう手助けになってくれるかもしれない。それが黄金比でございます。黄金比、はい、まあ皆さんあのなんかね説明を聞いててもピンとこない方多いと思うので、うん、まずこれの使い方というか、はい、どういうものができるのかをやっていきたいと思います。まずは、うん、外周の点をこうやって打っていくと、ちっちゃい穴が開いてます、はい、周りに。ここですね、ちっちゃい穴が開いてるので印をグリグリっとつけていくと、はい、でこれを取ると点が打ってあると。かわいいね。そう、この点たちを結んでください。みんなは一人じゃないんだよ、そばにいるのってことを教えてあげると。違う、そんな哲学的な話じゃないの。繋いでいくとこの形になると、はいはい、でこの形になった後今度ここの、ね、この対角線を結んでいくと、これもね、ここで結ぶと、でここでできたここですね、でここを横に水平にピッと引くと、うん、さらにここ次ここから横に引いて、このここね、これも全部この定規にこの形のガイドが書いてあるんです、はい、これを引っ張ると、おお、あ、なんか近づいてきましたね、はい、もう一個か。Okay、こんな形ができましたと。実はこれはもうすでに黄金長方形という、黄金長方形、はい、黄金比率でできた長方形になってるわけですよ。すごい、なんかちょっと賢くなってきた。そうで、ここからよ、ここに黄金螺旋というものを書いてみます。右側のこの謎のね、なんか Wi-Fi みたいなね、はい、そう、 Wi-Fi みたいな電波出てるみたいな感じになってるんですけど、これをまた角に合わせて、はい、ここに向かって引いてみてください。ビーッと、次この1個内側に行って角度ここの角に合わせます。お、だんだん小さくしながらつなげていくっていう、そういうことです。ここ行きます。おお。さあということで皆さん、こちらがよく見る黄金比の出てきた長方形、かつそれの中をこうぐるっと回るこのが螺旋ですね。黄金の螺旋ってやつですね、はい、黄金比率の螺旋を描くことができる画期的な定規になってます。おー、デジタルで描いてる人は一回この形を作ってレイヤーとかにして、うん、ね、拡大縮小とかね、そうやってみたらいいと思うんですけど、うん、ただじゃあ例えばなんか外でメモ帳開いてスケッチブック開いて、うん、アイディアスケッチをしたいとか、うん、ラフを固めたいとか、そういう時にこれってすごい使えるんじゃないかなと思って、例えばどういう向きで使ってもいいらしいんですけど、黄金比の比率のポイントポイントとか曲線とかに何か大事なものがあったりすると美しく見えるらしいという法則があって、
例えばね、螺旋が集中しているところ、うんうん、視線が集中していくところ、例えばここに顔があるとする。でここの螺旋のこの辺に目があるとすると、お目目があると、一番見てほしいところ、そう、一番ねポイントとしてはなんかこう大事になってきそうな目があるとして、髪の毛がこういう風にうねりをこう持ってこうやってなってる、まあ、これだけが正解というわけじゃないですけど、螺旋に沿って、そう、これはもう極端な話ですよ、うんうん、極端な書き方しちゃうけど、だから特に意識しなくてもなんとなくこのガイドを意識しながら書いてみると、うんうん、でここの例えばさ、ほらこのラインがあるから、ここでまた何か要素があったりすると、うんうんうん、なんかまあ構図で例えばね、こういう風に書いてみるとか、うん、1対 1.618 になってるっていう風に考えて作ることができると、まあ、ということで今ざっくり言ったのが、その黄金比っていうものをファイルーラーを使った簡単なラフの作り方とか、うん、こういう意識で作ってみると、構図を考えた時にどこに何を置こうかっていうのを考えるっていうので役に立つかなと思うんですが、うんうん、まあということでこれ一応もう一個使い方として、うん、もう一個ご紹介したいのが、こういう風に使いましょうみたいなやつには載ってなかったの、逆に、はい、載ってなかったんですけど、これ結構いいんじゃねって思ったのが、皆さん三分割法って聞いたことある方もいるんじゃないかな。絵とか写真とかを描く時に、うんうん、均等に三分割をするという方法、うん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 、これ今均等じゃないじゃないですか。そうですね、真ん中が細くて、はい、そう、真ん中が細くなっているというわけなんだけど、これってこれは三分割法のもう一個応用っていうか、これファイグリッドっていうんですよ。ファイグリッド、黄金分割だから、これが1対 1.618 と、うん、こっちも1対 1.618 がこうどっちも線を引いてるわけよ。これファイグリッドって言って映画とかでよく使われている。これの考え方何かというと、例えばこのシンプルに交わる4つの部分に最低限重要な要素を配置してみましょうと、この交点になる部分に球体、宝石でも何でもいい、何か球体を持ってる手を描くとして、うんうんうん、まあ、こういう風に指があってさ、で持ってる手がありますってなった時に、はい、ここの上のここにこうやって顔が来てる、でこのここの交点とかにじゃあちょっと目を置いてみましょうとか、こっちを見てる目をね、特に見てほしいところ、そうそう、でここにあえてここは真ん中じゃ空間を開けておこうとか、ね、うんうん、はい、まあ、ということでこちらが今ファイグリッドっていうのを活用してなんとなくこうレイアウトしてみた、うん、いつも僕が描いてるメカっぽい女の子なんですけど、ね、一応この黄金比のこのファイグリッドのラインを意識して作ってるものになります、うん、これここには書いてないんですけど、まあ、本当にざっくりの意識なんですけど、こっち向きの黄金比率の回転がここにちょっと意識するみたいっていう風に組んでみたラフなんですけど、はい、確かにちょっと収まりよく見えません？なんとなく、なんとなくね、そう、まあ、この写真撮る時とかも同じで、ファイグリッドっていうのをイメージして撮ったり、うん、でお絵かきする時もこれでラフを作ったり、うんうん、っていうのがこのサイズ感、ちっちゃいミニラフを作るのにぴったり、そうで、このミニラフを使ってさらに仕上げていくっていう、これ持ってるだけなんとなくなんかこれやっぱ考えた方がいいかなってなるもんね、ちょっと、そう、ちょっとね、比率を考えちゃう、そうそうそう、ここまで厳密に毎回書かなくても、もうこれを何度も繰り返してると、うん、レイアウトの感覚とかもなんとなくこう、うん、身についてくるかもしれないし、あとね、うん、なんだってね、おしゃれ、それはそう、うん、こうスッと机に置いといてもかっこいいね、まあ、なので今回はご紹介させていただいたのがこちらのファイルーラー、はい、ね、定規、コンパス、分度器っていう機能も落とし込んだ、うん、かつ黄金比率が描ける、うん、といったオールインワン文具ということになっております。 そしてさらにですね、こんなもんもいただいております。じゃじゃん、はい、こちらスティルフォーム、寝袋アウト、かっこいいボールペンなのよ、またこのゲルインクボールペン、トゥヤトゥヤなのよ、はい、このドイツで生まれた高級筆記具ブランドらしいです、はい、今いろいろ僕説明したんだけど、はい、さあさあ、じゃあこれ今のやつを応用してやってみてよ。こちらスティルフォームというね、はい、こちらのゲルインクボールペンを使って今から世にも珍しい、はい、美しいさやさんを描いてみせますわ。お、見てなさい、黄金比がふんだんに使われたさやさんを描いてくれるらしいです。いや、もう本当よ、もうポロンポロンに使われてる、さやさんに黄金比使うんっていう話なんですけどね。そう、こちらのボールペンね、今ね伊勢丹新宿店のみで実店舗販売中らしいです。伊勢丹新宿店だから、もうこれはね日本でも結構まだレアな、いやね、なんかね普通になんかボールペンっぽくない書き味、そうなのよ、なんかねすごい先が柔らかそうな感じ、なんかスッと線が引けるね、そうそうそう、ただちょっとインクがすごい滑らかに出てるので、うんうん、乾く前に引っ張るとインクが伸びちゃうのがあれなんだけど、これなんか置くだけでもう映えるっていう、置き映えっていう話題のなり方もしたみたいですね。置き映え、そういいなそれ、美しい、これは黄金比にのっとった美しいマーメイドサイはい、ということでこちらね黄金比率を使ったさやさん、はい、
ほら言ってんねよ、今日のさやなんか綺麗だねって。いや別にそういう、今日ちょっと黄金比じゃないって、 そんな違いの分かる男なかなかいないよ。はい、ということでこちらで生まれた黄金比さやさん、はい、頭と体の距離がちゃんとほら本当だ、1対 1.618 ですよ。すごい、この螺旋にも沿ってね、螺旋にも沿ったこの人魚のおひれ、おひれ、妙に論理的なさやさんです。嫌だね、なんかさやさんはもうちょっとなんか奔放でいてほしい。そう、あのどちらにも言えるのは総じておしゃれ、うん、これやばくない、この図ほら、え、これだってデスクに置いといてみ、やばくない、これ映えてるもん、うん、めっちゃ仕事できそうだよ、めっちゃかっこいいね。なそこに映ってる絵がこれで申し訳ない。でもこれも可愛い、すごくいい感じに描けてますよ、うん、さあということで今回ご紹介させていただいたのはこちらのね、ファイルーラーとスティルフォームアーク、はい、どちらもおしゃれな映える、しかも実用的な筆記具になります、はい、なります、はい、です。今回さらになんとですね、夏目さんち×スティルフォームジャパン期間限定 20% オフキャンペーンという、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、開催させていただくことになりましたので、はい、なかなかこうね、コレクションしたくなるタイプの筆記用具なので、やはりお値段はそこそこ高いんですけど、うん、いや、そうね。いや、でも本当にこれはイラストのラフに使う、ラフ制作に非常に役に立つので、はい、ぜひぜひ皆さん、チェックしてみてください。はい、概要欄からチェックしてみてください。はい、で今お申し込みいただけますと、これが具現化してあなたの枕元でビチビチ跳ねます。来ませんよ。気持ち悪いな。でも多分みんな思うよ。え、美しいって思うかもしれない。思っちゃうんだ。さあということで、では最後に黄金ヒルーラーを使ってイラスト描いていきたいと思います。もう贅沢にふんだんに使っちゃいますわよ、はい、さあさやさん描いてますが、はい、ラフはこんな感じ、こんな感じ、はい、これミニラフでね、こんな感じで描いてるのを今仕上げております。黄金螺旋に沿って髪の毛描いて、まあだいたい頭のサイズを、はいはい、割合あれですね、はい、比率に合わせて描いてみたりとか、あとねこの後ね、はい、このデジタルでちょっともうちょっとこう黄金螺旋使いたいかなと思って、はい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 、あの肘の高さとかも、おー、あの比率のところに揃えたと、はい、比率のところに揃えたりとか、ね、手の位置に黄金螺旋の、はいはい、中心が来るように、あ、そうそうそう、視線が集中するようにということですね。ちょっとふんだんに、もうふんだんですね、もうふんだんに使っちゃった、めちゃめちゃふんだんに話してたら終わっちゃった、さやさんのパート、ほんとよ、もう輪郭描いてるし塗り終わってる。でまあ黄金なのでね、ちょっと黄金の腕輪などをつけてみましたよ、ね、はい。さあ僕の方はですね、もうデジタルなんですが、はい、もともとはラフはこんな感じで描いてます。こんな感じで、ちょっと顔が気に入らなかったので描き直してるんですけど、デジタルだとこういう感じでできた、はい、表示をさせながら描くっていうのもできるので、はい、まあ、ミニラフをね作っておいたらデジタルではこういう風に重ねてやるっていうのもありなんじゃないかなと思います。3分割法も使ってますね、はい、使ってますね、ファイグリッドも入れて、ね、まあ、僕はちょっと肋骨に入れましたがっつり沿ってね、がっつり入れましたもん、分かりやすいようにやってみようと思って。いいね、おしゃれ、はい、すごいおしゃれ。そんで今回色はですね、先に濃いめに濃淡をつけておいて、うん、後からトーンカーブを使ってちょっと明るくするっていうのをやるので、ぜひこちらも見てください。こんな感じ。お、はい、だいぶ印象変わったね。そうなんです、後ろをこうってガッと明るくしたかったので。いや、ミントグリーンじゃん、はい、おしゃなミントグリーン使っちゃってんじゃない。なかなか普段こっちの本体には淡い色使わないので使ってみました。いいですね。淡いかというと微妙ですけど。お、そしてさやさんこんな感じ。いい感じですね。いや、もう私もこの黄金螺旋、はい、やっぱり露骨に感じるよね。ね、そうそうさっきの書いてる途中のやつだとね、はいはいはい、ちょっと見づらかったけど、ね、見づらかったけど完成図すると、はい、こんな感じです。なんか2人のイラストなんか流れが繋がってんな。ちょっと同じやつ使ってるから、ね、まあ今回は結構極端な感じでねやりましたけどね、はい、これで黄金比率を意識するだけでだいぶ作りやすくなったりもすると思います。いや、そう、でもそばにあるだけでつい意識してしまう、そんな存在があなたの近くにあるかもしれませんよ。別にそんな思春期的なあれじゃないのよ。ドキッ。